この一生懸命歌うだけ、30人の前であろうが3万人の前であろうが2位並びだろう、変わりありません。歌ないよ。そのまだやね。まあな、どうですか、こんな感じですよ。今日はあの初めて歌を歌いますに見るという人どのくらいいますかね今日ね。あ、そこそこいますね。お客さんよかった、来てよかったね。今日はインザミラとかやんないよ。SDI とかやんないからね。12月にツアーがあるかなんて、こんな人 SDI できへんや。どう見てんの、こんな人はインザミラ無理やん。適材適所。あれ間違ってた感じ。まあ、でもあのとっても楽しめるんでね、ゆっくりよろしくお願いします。1970年代のイギリスのバンドなんですけども、ナザレスというバンドがありましてね、僕はあの高校時代にベースをやっておりまして、アーシェイカーの石原君とかと高校、上野美恵高校という高校に行ってたんですけども、そこで軽音楽部っていう作りましてね、シャガと一緒に上野美恵高校軽音楽部、もういろいろ学校の先生とやり合ってね、軽音楽部で俺らロックしたんや言うてるのに、お前らウクレレ弾けって言われたからね。先生に、え、ウクレレですかみたいな、じゃないとお前ら軽音楽部認めへんと、お前らの弾けるのはウクレレやって、え、ウクレレですか、わかりました、とりあえずもうね、部を作ることが先決やから、でもう文化祭来ましたよ。お、お前らウクレレ練習してるか、バッチリです。ハイウェイスターやったからね。このアンプルガー持ち込んでも、でもあの顧問の先生がウクレレにこんな大きな機械がいるのか、機械やで、ね、いるんです、ウクレレにはこの大きなアンプがいるんです先生。そうか、よし、お前らのウクレレを存分に聞かせてもらうわ、よろしくお願いします、ハイウェイスター。先生途中で帰ったよ。まあその当時やってたあの曲で、ナザレスのナンバー、僕はベースを弾いてたんですけど、当時ボーカリストがいましたね、であのベースを弾きながら、いやいやあんな いい曲やな思ってね、俺も歌いたいなって、まさかその頃その歌なんか歌えると思ってなかったんでね、まあ人間どうだろう、分からんもんやな。あれからもうクセス55年、うん、15歳だから57年や、うん、どんな計算。聞いてください、ナザレスの名曲です、 Love Hurts。